クノッソス遺跡のピトス群クレタ島で出土したギリシアのピトスピトスは独特の形状をした貯蔵用の亀である。もともとはギリシャのクレタ島の発掘調査で出土した亀を指して考古学者が使った名称だが今では貯蔵用の大亀全般を指す普通名詞となっている。言葉自体はギリシア語だが古代の地中海で見られたピトスの多くは ギリシア本土で作られたものではなく、クレタ島やヘレニズム期以前のレバントなどが産地として知られている。ピトスはクノッソスやウルブルンのナンパ船で多数出土している。紀元前1500年から紀元前1300年頃、古代イベリア人のエルアーガー文化ではピトスを埋葬に使っていた。ラテン語のフィスカスはピトスが語源という説がある。ピトスには 様々なものを貯蔵したが、穀物、酒、ワイン、油などを貯蔵することが多かった。そのため、大量の物品がやり取りされ保管される、交易の中心地や、当地の中心地に多く見られた。ピトスの材質はほぼ常に、セラミックスで、水や土や、虫やネズミを寄せ付けないという意味で、理想的だった。人間と同じくらいかそれ以上の高さのものがほとんどで、ある。 そこは平らなので倉庫に並べておくことができ、さらに通路や歩道や階段にまで並べておくことができた。持ち運びを容易にするため上部に突起や取っ手をつけたものもある。そこが平らでなく床面に穴を掘ってそこに設置したピトスもあった。ロープを使って運搬した。中には縄目模様で装飾されたピトスもある。ピトスは 貯蔵容器としては便利だが敵が襲ってきた際に油の入ったピトスを倒して松明で火をつければ容易に退化を起こせるという弱点があった。青銅器時代の英芸文明の諸都市はこのような方法で火事に見舞われたものが多い。ピトスは表面積が広いため装飾も大胆なものが見られる。例えばクノッソスで出土したピトスには運搬時に巻きつけるロープをシミュレートした縄模様が あった。日用の食器などの装飾の方が当然豪華だが、ピトスには独特な帯状の模様や光景が描かれている。ある時期に作られた陶製の浴槽と同様、ピトスはその大きさから埋葬用にも使われた。特に木材が貴重品だった地域でよく見られる。ニケーネやクレタ島のヘラディック文明中期の墓では、ピトスの中から人骨が見つかっている。ありがとうございます。